その気でやらんか、アホ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 。いやー、春コーチもね、激おこぷんぷん丸でしたね。はい、うん、もうなんかね、いろいろ賛否の声ありましたね。あの、時代に合ってないとか、うん、いや、あのね、時代に合ってないといえば、激おこぷんぷん丸っていう言葉の方がね、時代に合ってないんよ。死語だからね、死語。はい、いや、まあちょっと春コーチの話に戻すと、いや、あのね、私はね、あの、どっちかっていうと、あの、古い考えの、人間なので、あの、全然ね、ありだなと思いました。まあね、あの、こんな状況だからね、あの、ヤフコメでもね、ツイッターでもドラゴンズファン同士のね、言い合いがね、こう勃発してますね。いや、もうほんとさ、もう6連敗でもなんでもいいんだけど、イージーにしろよ。9回裏があることを信じてね、あの、ベンチ前でキャッチボールしてる柳くんを見てね、もうね、泣けてくるよね、ほんと。あの姿を見てね、もう何も思わない野手はいないでしょう。いや、あの、何かは思ったんだけど、あの、結果でね、こう答えることができなかったんだよね、きっと。じゃあ、もう練習しかないでしょ。練習しかないでしょう。まあ、あの、千葉にしろ北海道にしろね、あの、毎年このカードがあるわけじゃないんでね、あの、いつもね、北海道からドラゴンズを応援してくれる人にとったらね、まあ、地元にドラゴンズが来るっていうことをね、こう、どれだけ楽しみにしてたかっていうのも考えると、もう本当にね、辛い6連敗になりましたよね。返金しろー。まあ、あの、返金っていうのはもう置いといてね、あの、1年に1回しか、あの、野球見に行くことができない人とか、あの、北海道済みだから2年に1回しか見れないっていう人もね、スタンドにこうたくさんいるんだっていうことをね、もう一度、あの、しっかり考えて、で、最後までね、諦めない野球をね、見せてほしいですね。交流戦もね、もう終わりだし、今日はね、申し送りはなしかな。あの、申し送りじゃなくてね、あの、感想を言いたいと思います。いや、あの、日ハムさんね、あの、本当に強いわ。いや、あの、うちのね、今のチーム状況が悪いから、あの、強く感じるんだって言われればね、もう返す言葉もないんですけど、いや、本当にね、あの、お世辞抜きで、あの、いいチームになってるなって、あの、感じました。まあね、あの、ずっと見てるわけじゃないから、あの、それがビッグボスのおかげなのかとか、その辺のことはね、ちょっとわかんないんだけど、あの、バランスもいいし、あの、いい感じのね、若手も育ってきてますよね。はい、ということで、はい、リーグ戦に戻っても頑張ってください。あの、頑張ってください言うてる場合じゃないよね。もう、うちが頑張れって話ですよね。はい、というわけでね、もう最悪の形で交流戦終わってしまいました。あの、思い起こせばね、あの、前半戦は、あの、パリーグを代表するような、あの、投手から勝って、で、残り2カード、いや、もしかしたらね、交流戦優勝もワンチャンあるかもみたいなことも言ってたような気がするんですが、そう思うとね、もう本当にね、流れって怖いですね。勝たなきゃいけない試合をひっくり返されると、いや、本当に一気に歯車が狂うっていうか、もうね、あの、開幕戦の虎さんもまさにそんな感じでしたよね。まあ、そういう状況になってしまったことはもう仕方ないとして、あの、どうやってね、その負の連鎖を止めるのかっていうところがね、もう大事なんじゃないかなと思います。ちょうどね、あの、明日から4日間ほど、あの、試合がないので、そこら辺のことをね、あの、動画に撮ろうかなって考えてるんですけど、まあ、期待せずに待っててください。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。